ウォレス線右下がオーストラリア区、左上が東洋区インドネシア多東海の生物分布境界線。左上がウォレス線、中央がベーバー線、右下がライデッカー線。左上の陸地、スンダはスンダランド、中央下よりの陸地、サフールはサフールランド。ウォレス線とはインドネシアのバリ島、ロンボク島マ,マのロンボク海峡からスラウェシ島の西側、 マカッサル海峡を通り、フィリピンのミンダナオ島の南に至る東に走る生物の分布境界線のこと。これより、西の生物省は生物地陸のうちの東洋区に属し、東はオーストラリア区に属するというもの。1868年、アルフレッド・ラッセル・ウォレスが発見したことからこの名がついた。ウォーレス線、ワラス線とも呼ばれる。記には海面が加工し、 東南アジア半島部からボルネオ島、バリ島までの一帯が、スンダランドと呼ばれる陸続きとなっていた。同様に、パプアニューギニアとオーストラリアは、サフルランドを形成していた。しかし、スンダランドの東側とサフルランドの西側は、陸続きにはならなかったことから、生物性が異なる状態が現在に至るまで続いているものと考えられている。ありがとうございます。